はい、インセクテック足立です。昆虫採集標本用品は豊富な品揃えの弊社までご用命お願いいたします。それでは飼育品とワイルド品の大きめの方のペアを見てみましょう。ちょっと床材腐葉土と餌を増やしました。でコルクも2つにしました。2匹まとまっているようです。これですね、オスの方順調に大きくなってます。厚みも増してます。餌も豊富に入れてあるので困ることはないでしょう。私はユーカリの葉っぱを食べさせています。これは私の飼育している鎧もぐらゴケブリ用のユーカリの木になります。現在4鉢ともう1鉢別なところに置いてあります。これは秋に買った枝から新芽が出てます。人差し指1本くらいの太さになってますね。左側の枝を切ったら芽が出てきました。一番奥がこれがプンクタータです。これカマルドレンシス。カマルドレンシスはちょっと徒長しちゃってヒョロヒョロになってしまいました。今刺した部分から来春切ってしまう予定です。これが刺し木して作ったカマルドレンシス、太めです。成功しました。葉っぱもふさふさとしがっていて餌として十分役に立っています。これが大きめのカマドレンシスの葉です。自宅でも室内で栽培しています。全部南国のフルーツの栽培です。はい、これがユーカリの挿し木。外にも置いてますが室内でもちょっと栽培しています。左側の植物はパイナップルです。で上に下がってたのが育成用のLED ライト、タイマーで光を当てる時間を管理してます。はい、夜になるとこんな感じでつきます。ちょっと怪しい雰囲気ですね。色もライトによって違います。次はワイルド個体の方を見てみます。こっちもユーカリの葉っぱがたくさん入ってます。はい、抜け殻です。先日開けた時にちょうど脱皮してましたんでその模様をご覧ください。はい、どうぞ。はい、その個体が今どうなってるか見てみましょう。はい、これですね。ちょっとまだオレンジ味が残ってます。はい、ちょっとかっこ悪いですよね。寸詰まりな感じがして、これがまた色がの茶色くなってない感じがわかると思います。はい、これが成長し始めると腹の部分が伸びていきます。この季節はどんどん大きくなっています。
成長が止まっていた一番小さなゴキブリも無事脱皮しています。まるで別種のようなゴキブリですね。名前をつけるとしたら姫鎧モグラゴキブリみたいな感じでしょうか。ちょっと小さいです、全体的に。はい、でこれは栄養で食べてしまうのかなと思ってたんですけど、なんかいつの間にかなくなってしまう感じで、食べてるかどうかはちょっとわからないです。まあ一応入れときます。はい、こんな感じで今日の鎧モグラゴキブリを終わります。それでは来月もまた見てね。バイバイ。